ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて遺跡守衛の動きも活発みたいだな。アビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か？この世に偶然などない。全ては遥か古にまかれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって、奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。え？カーンルイヤだって？そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーンルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーンルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーンルイヤっていう国は、お？記憶？でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ。ふん、人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように、俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとはどんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん、この世界に来た時、隕石の中から妹に呼び覚まされたのか。覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の妹はカーンルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすといい、一緒にテイワットを去ろうと、そう言ったのだな。カーンルイヤの滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前の妹さんは先に目覚めてたから、この世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後、見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか、貴様が目覚めた時、カーンルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーンルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間、古い書物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど、それって妹さんを探すためにカーンルイヤについて調べてたんだな。なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーンルイヤは500年前に滅亡したから今はもう亡くなってるもんな。カーンルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーンルイヤは神を持たない国。神は死んでも去ってもない。ただ最初からカーンルイヤの歴史には存在しなかった。あれは人類によって建てられた強大な国であり、人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた。神が
存在しない国。そして貴様の記憶にもあるように、全てが神によって滅ぼされた。それって500年前、神々が降臨しカーンルイヤを滅ぼした。人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな、歴史の本にも載ってないぞ。このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。